はい、じゃあこんにちは。こんにちは。突然始まりましたデイキャンプ。はい、はい、今テントを立てて準備をしたところだったんですけど、うん、来る途中にテーブル忘れたってことになって、うん、今日はワークマンのこのちっちゃいテーブルとアルミのテーブルと簡易的に作った買い物カゴの上にポリプロプレンの、うん、蓋を乗せて台にしました、うん、これでテーブルの完成です。はい、でもうすぐこう動かずに届く場所に全部持ってきて、うん、いいね、はい、でもう疲れたらここに寝るっていう。ああ、いいねいいね。そういう形を取りました。最高じゃん、うん、あの椅子は持ってきてたんだけど、うん、まあ、今回は超絶ロースタイルで、はい、やっていきたいと思います、はい。で今日は食料調達班がいるから、うん、だから、うん、そうなの。この後ね、はい、カヤックデビューで、そうなんです、大海原へ、うん、駆け出したいと思います。はい、その間私はここでまったりと、うん、過ごしてくださいね。はい、じゃあよろしくね。うん、ちゃんと釣ってきてよ。はい、はい、まあ釣るも何もまず練習、うんうん、一旦しようと思います。はい、帰ってこれるように、はい、じゃあ一旦確認ね、またハッチとかが開いてないか、うん、
どこに？あ、そうなんだ。メッシュだもんね。大丈夫かな。こっちが心配になるんだけど。面白い。じゃあまずはちょっとパドリングの練習をしようと思います。練習中かな。寝れそうだ。お湯が沸きました。暑いかな。暑い。お、沸いてる沸いてる。はい、沸きました。今日はね、さすがに暑いから氷を持ってきました。おお、このケットルクッカーいいわ。あ、継ぎやす。氷を入れます。おいしい。うまい。よし、ちょっとおつまみ的なものを作ろうかな。ごま油、やばい、焦げる。
出来上がりです。出たかな。ちょっと。ちゃんとなってなかったからだ。ああ、暑いわ。やっぱりテーブルがないからめっちゃ不便だ。めちゃめちゃ不便。よいしょ。この畳めるなんちゅうのザルっちゅうのなんちゅうのかな、これ便利だなと思って買ってみました。スリーコインズ。冷やし中華ごまだれ入れます。帰ってきました。釣れた？全然ね。え？とりあえずいろんなことをさ、うん、試してみたの。どんぐらい風に流れるかとか、うん、どう？ちょっと波がある感じ。まあ、楽しいよ。あ、そうなんだ。けど風に流されるのはどうにか考えないと、うん、こう釣りしたい方向があるんだけど、どんどん流されてこうだよね。あ、流されてんだろうなと思ってた。うん、やっぱ難しい。うん、まあ慣れだね。うんうん、めっちゃ美味しいこれ。うん、夢だよそれ。よし、今日はもう卵はゆで卵ね。うん。え、その腕何ブドウに噛まれた？これ？うん。昨日外のことしてたら、蚊に噛まれた。100均で買ったボール。300円商品だけど。熱くならないってやつ。そう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 。枝豆が進むね。うん、止まらない。お腹空いたでしょ？うん。空いたよね。酔い止め飲んでても酔いかけたし。え、嘘だ。うん、なんかふわふわする。よっぽど弱いのかもね。まあさ、今慣れないからどうしても舌を向きがちだよ。うん、だからじゃない。なんかまあ遠くを見るようにしてるんだけど、うん、慣れたら楽しいかも。すごい。そう、うん、超具沢山になってしまった。いいね。オッケー、終わりかな。すごくいい感じですよ。食べよう。食べよう。ちょっと汚すぎだ。どっちがいい？ごまと普通の中華と。ごまがいい。ごまでよければ。はい。ごま2つ入れようか。うんうん。私中華食べる。からしは？あ、いらない。ごまだもんね。よし。いただきまーす。からしをつけると美味しい。冷やし中華にマヨネーズ美味しいよね。そしてね。うん。うん。これつまむ。じゃあね。もういいから。
ということで今行ったので今度はもう私はちょっとゆっくりしようと思います。あー天気がいい、めちゃめちゃ天気がいいです。顔がテカってるけど、すっげー天気がいい。今まだあそこにいる。さっきよりはちょっと遠目っていうか沖に出てるけど、さっきはまだね手前でねチャポチャポしてたの。何かしら釣ってほしいですよね、せっかく来たから。まあでも今日はカヤック初日なんであまり期待せずに待ちたいと思います。よいしょ、あー疲れた。なごみますね。Stop thinking of